皆さんこんにちは、サチです。緊急企画というか、サチサチチャンネル初の直談判キャンペーンこれ成功するかどうかちょっとわからないのですが、以前紹介させていただいた TJ シャンプー、めちゃくちゃ反響があったのね。で、本来キャンペーンの予定じゃなかったトライアルとかもね、調べて皆さんが購入してくれたりなんかして完売したりとかして、ただもともとね、美容室で販売されていたようなシャンプーでちょっとお高いのよ。で、コメント欄でもめちゃくちゃ気になってはいたんだけど、購入することができなかったっていうね、お声が結構ありました。で、実際購入された方からすっごい良かったっていうお声もいただいたんやけど、やっぱりコメント欄のね、皆さんの手が出なかった、ちょっと高かったっていうのがね、やっぱり私も気になっておりまして、 TJ シャンプーの石橋さんがね、お仕事で広島にいらっしゃるということをね、おっしゃってましたので、これはチャンスやなと思ったわけです。前回購入できなかった視聴者のみんなのために直接交渉してみようと思います。ファンレターとか、あの荷物とかさ、窓口になってくれてるね、サロンがあるんだけど、はい、そのサロンでシャンプーの動画を撮ろうと思ってるっていうことで、もしよかったら来てくださいよって声かけてみたのよ。どうでした？あ、ぜひぜひ、じゃあ行きますって言ってくれたから、やったねだからちょっとそこでさ、交渉していこうと思うから、戦おうぜえ、大丈夫かな。一応ちょっと大事な相談もあるんですって、っていうのだけは言ってるから。なるほどね。そうそう、まさかすごいキャンペーンも組むようにさ、説得されるとは思ってる、ね、石破社長結構フランクに話せる人やから、うん、いけるんちゃうかなと思ってるんだよね。いくか。いっか。石破社長、ありがとうございます。お忙しい中。いやいや、こちらこそありがとうございます。お元気でした？いや、もう元気じゃないです。なんで？いや、もう毎日、本当地獄のような日々で、もうお忙しくて。いや、もう体調が悪くてですね。あ、そうなんですか。仕事全然してないんですけど。というわけで、私が、ちょっと無理を言って来ていただいたわけなんですけれども。はい、もう急に電話来まして。すいません、本当に。はい、もう急いで来ました。シャンプーすごい良かったんですけど。あ、本当です。コメント欄見られました？コメント欄見まして、はい、荒ぶってるなとちょっと思ったんですいいコメントもいっぱいあったんですよ、で、DM でもすごいなんか良かったって言ってくださる、はい、視聴者の方いっぱいいて、はい、いかんせんね、高えなってですよねそうですね、いろいろこだわりすぎてしまっているので高いにはやっぱ理由があると思うんで、詳しくお聞かせいただけたらなと思ってます。わかりました。この作られたきっかけっていうのが、確か石橋さんのお母様、まあ母がですね、もともとすごく髪に悩んでいて、世の女性が抱く悩みを全て背負い込んだみたいな、なんかお母さんが全ての髪の悩みを引き受ける女、もう引き受けたみたいな。髪はうねるわ、ストレートにしようと思ったら余計髪痛むわとか、昔からまあいろんなものを試してたりしてたんですけど、なかなか自分に合うものがないと、自分で作ってみるわみたいなぶっ飛んだすごい母なんで、それは無理だろうって思ってたんですけど、かなり紆余曲折ありまして、発狂してました。母でいかないみたいな。いや、もう本当にもう母発狂して、あ、やばいなと思って、自分もちょっと手伝い出して、30代が一番そうですね、ありますよね、いろいろあります。ちょうどなんかこう体質が変わる頃っていうんですかね、で、私もそれまでは本当に髪も多かったし、直毛で三つ編みしてもスルンとほどけるぐらいのいい髪だったんですけど、だんだんうなじあたりがもじゃもじゃしてきたりとか、もううねって、で、パサついて、で、白髪染めしたりカラーリングで明るくしたりを繰り返してるうちに、髪あ、死んだなって思う、あ、いや、もう頃です。まさにもう母がいつも言ってはそんな感じです。本当に自分にいいものを、はい、もう自分のためだけに作ろうっていうのがまず出発点で。なるほどね。 TJ シャンプーはボディーソープとしても使えるよっていうのが私は結構衝撃だったんですけど、余計なものは全く入れない、とにかくいいものしか入れないみたいな感じでできたのがそういうシャンプーですよ。なるほど。
刺激のあるものとか、なんか肌トラブルになりやすいようなものはとにかく排除し、弱酸性ってとこが一番やっぱりポイントなんですよ。ちょっとフリップ持ってきたんで、ちょっと説明してもいいですか。あ、弱酸性っていうのにうちがこだわってる理由は、髪と頭皮の pH が 4.5 から 5.5 の弱酸性だって言われてるんですよ。でうちは特に 5.5 のシャンプーで洗うと、いい感じになるよというとこをいろいろ研究してですね、だから一番自分の肌に近いもので洗うことができる。そうですね。ただ傷んでる髪っていうのはキューティクルが開いてるよとかいうふうには言われていて、そこを戻そうと。でキューティクルさえ整えば髪は自然と本来の綺麗な髪になるよと、なので余計なものはいらないと。そこのしっかり弱酸性の pH で髪を整えていく、キューティクルを整えていくっていうところで美髪へと導く。うちのシャンプーですね、ちょっと一回使ってみなきゃ多分分からないとは思うんですよ。どなたにもいいシャンプーだよとは思ってなくてですね、はい、やっぱり一番使っていただきたいのは髪に悩みがある人、大人髪の悩みにある人に使ってほしいよと。前回のサチさんの動画で、髪の悩みがない人には用事のないシャンプーっておっしゃったんですよ。そう、ミーティングで石橋さんがおっしゃってて、それを私もすごい覚えてて、めちゃくちゃ面白いと思ったんですよ。だからちょっと、今この辺にテロップで、ね、悩んでない人には用事のないシャンプー、もうこれで今回このキャッチボール。はい、というわけで実際私今からシャンプーしてもらおうと思うんですよ、そのサロンで。なのでちょっとサロンの方の意見もなんかもね聞きながらやっていきたいと思います。わかりました。はい、楽になりすぎて。そういうこと、そういうことじゃなかった。TJシャンプー使って、はい、今何日ぐらい。あ、今回ビフォーアフターを、はい、ちゃんと見てもらいたいなと思って、しばらく TJ シャンプー使ってないんですよ。あ、なるほどなるほど、はい、うねり散らかしてます。この TJ シャンプー使った時に手ぐしだけで乾かしたんですけど、はい、それでも結構ストンとして手触りで分かるぐらいだったんで、すごいですね。めっちゃ気持ちいい。もう気持ちいい。まだ今泡立ててます。やっぱ人に頭洗ってもらうってすごい気持ちよくない？そうですね。ねえ、近くない？この香りがすごい好きなんですよね。香りね、いいですよね。すごい、私も使った時にすごい好きな香りと思いました。なんかね、やっぱ柑橘系の香りってすごいリラックスするなって。全然関係ない話してもいいですか？どうぞ。ともかさん、100万回ぐらい言われてると思うけど、はい、シャンプーめっちゃうまいね。ありがとうございます。めっちゃ気持ちいい。ありがとうございます。プロに言うのどうかと思うけど。いやいや、力加減最高。ありがとうございます。すごい気持ちいいのと、この香りとでリラックス超してる今。泡立ちがすごいですね。いいシャンプーを使った時に、こう手ぐしで毛先まで泡を引かせてあげると、はい、いいシャンプーの効果がより出ます。あ、いいこと聞いた。絡みやすい人こそ。絡みやすいっていうか、もう髪が絡んでる。これ洗い流すとすごいキュッキュ感がすごくわかるんですよね。キュッキュ感出てますね、カラーリングしすぎたりとか、石鹸みたいなので洗ってしまった時のゴワゴワ感とは違う、そうですね、キュッキュ感。このシャンプーだから、このトリートメントじゃないと、そうですね。使い方ちょっとご注意いただきたいなっていう点がございまして、シャンプーとトリートメントはセットでお使いいただきたいと。トリートメントは、シャンプーに合うようにいろいろちょっと調整してまして、なのでちょっとセットでお使いいただきたいっていうのと、すぐにあ、このシャンプーいいじゃんって思う方と、2、3週間使い続けていいじゃんって思う方と、ちょっと差があるので2、3週間ぐらい使っていただけたらと思っております。流していきます。はい。気持ちよかった。ありがとうございます。最高。ふんわりしております。はい、ありがとうございます。流さないトリートメントなしでこの感じは綺麗ですね。あ、すごい。そうですよね、ヘアオイルとかそういうのなしで。すごい。
ツヤも、はい、すごどうですか。いや結構いいですね、うん、シャンプーとトリートメントの後、まあ、オイルとかそういうのつけずに本当乾かしただけの状態でこのツヤ感見てほしい。シャンプーする前のサチさんのパサパサッ、ね、の感じが、うん、ストンってなりましたね。いや本当ね、そう乾かした後はやっぱり実感が結構ありますね、うん、石橋さん、はい、シャンプーめっちゃ良かったです。やっぱり、いや、ありがとうございます。うん、やっぱ実感しましたね。本当、本当ありがとう、うん、本当にありがとうただやっぱり私今日なんで石橋さんに会いたかったかっていうと、はい、もうちょっと安くならないかなって思って、なんかキャンペーンでもいいね、なんかやってもらえないでしょうか。まあ、前回の、はい、動画のコメント欄でお高いという、まあおっしゃる通りですと、はい、自分も思ったんです。本当にもう皆さんに工場の方とかにももうすごく頑張っていただいて、はい、急いで作りまして、あ、トライアルセット作りました。お、工場からですね、はい、これだけ無理やり強引にちょっと持ってきたんですよ。以前あった、はい、トライアルの容量が倍になってます。お、結構大きいトライアルセットってことですか。ええ、多分髪の長さによるんですけど1ヶ月ぐらいは使ってはいただけるかなと思っておるんですが、うん、値段ですよね、はい、そのやっぱ価格っていうのがあるので、まあそうですよね、いいものですからね。これセットで、うん、一応定価として4100円で、お、前のフルサイズの場合は2本で9500円、ええ、でこのサイズになって4100円なんですけども、ダメですかこれでこちらでいかがですか。ちょっとなんとかならないかなと思ってて、なりませんか。お願い。わかりました。じゃあちょっと お勉強させていただきます。ということで、はい、いくらになるだろう。20%オフぐらいですか。で、20%オフで、はい、ですと大体いくらぐらいになるか計算できない。全然わからない。ね、3280円になるみたいなんですけども、3280円。納得いただけると助かるんですけれども、あー、すごい、あー、すごい、わかりました。大丈夫ですか。本当に会社帰れますか。いや、ちょっと今めまいがしてます。 20% オフ、はい、プラス、はい、300円だけちょっとオフさせていただいて、いいキッパーっていう形でよろしい。これはもういいんじゃない。ありがとうございます。それからちょっと今日夜は何か、そうですね、ちょっと美味しいもの食べに行きません、ね、行きましょう。もう広島の夜満喫してもらおう、これは。というわけで概要欄の方にね貼っておきますので、このチャンスを見逃しなくということで、本当に今度なんかごめんなさいね、本当にお得なキャンペーン組んでいただきましたので、皆さんぜひよろしくお願いします。本当にありがとうございました、皆さん。はい、というわけでチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またねー。